12月の9日です。今日も、いや今週も先週に引き続き、任天堂 DS のソフトを1000本買ってみました。はい、1000本です。1000本、先ほど2時間ぐらい前に届いたんですけど、それをもう早速全部開封しまして、仕分けをしている途中です。もちろん在庫の多い商品もありますけれども、いやいや、これでもね、ある程度の金額でちょこちょこ売れるんですよ。なので全然ありがたいです。でも早速仕分けしたものがね、このドラクエ関係のものとか、ドラクエ関係のものだとかね、あとポケモンでしょ、あと動物の森、この辺が結構まっすぐに売れてくれるだろうなっていうものたちなんで、そういうものから先に処理していきます。その後はこういうものも、いやでもね、本当にね、見たことないやつが多くて嬉しいな。PSP の時はやっぱりタイトル数がやっぱりそうでもなかったのかな、偏ってたと思うんですけど、 DS は非常にバラエティに富んでて、まだまだあれこれ初めてだ、見たことないなっていうようなものも結構あるんでね、嬉しいです。はい、というわけで、頑張って作業していきましょう。では